社民党の大椿裕子副党首が綴った入管法の改悪案に関してのツイートに疑問を呈した一般ユーザーに反論したとのことですが、全くの勘違いしている反論にツッコミが殺到し大炎上しているようです。大椿副党首の衝撃的な回答内容や出入国管理局が発表した驚きの現状、大椿副党首の最近のやらかしなど、ネットの反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。社民党の大椿裕子副党首が自身のツイッターを更新し、入管法改悪案を廃案をつけ、中之島で開催された 2.23 入管法改悪反対全国一斉アクションアットマーク大阪の集会に参加してきました。持っているプラカードはカタルーニャ人の連れ合いが書いてくれたもの。意味は外国人も日本の住民ですと綴りました。このツイートに一般ユーザーが、日本の治安を脅かす危険がある外国人の入国を拒むのは当然なのでは、日本人以外のために相変わらず政治してるなと返信したところ、大椿裕子副党首がそれ差別ですと主張しました。このやり取りに対し他のユーザーからも意訳別、何を根拠に差別というのかさっぱりわかりません、治安を脅かす危険がある外国人ですよ、有害なものを社会から排除するのは正当な差別です、日本の治安を脅かす危険がある外国人の入国を拒むのが差別なら、日本の治安を脅かす危険がある外国人の入国を受け入れろということか、意味がわからないといった批判が多く寄せられていました。ニュースを深掘り。というわけで、社民党の大椿裕子副党首が自身のツイートに疑問を呈した一般ユーザーに対し、それ差別と大椿裕子副党首は、日本の治安を脅かす危険がある外国人の入国を拒むのは当然なのでは?という疑問に対し、それ差別と反論していますが、何でもかんでも差別という言葉使えば自分の言い分通ると思っているのでしょうか。差別と区別、辞典で調べても、差別、主観によるもの、区別、法やルール等によるものと定義されており、出入国管理及び難民認定法では、上陸拒否事由のある外国人の上陸を拒否できると規定されており、明らかに区別ですね。また、危険がある外国人と善良な外国人を審査して分けるのは、当たり前の区別であって差別ではありません。何らかの基準を設けて分けるのは区別で正当なのではないでしょうか。確かに人種等の不条理な理由で拒否するなら差別かと思いますが、明らかに差別と区別の違いを理解してないのでしょうね。ちなみに大椿裕子副党首に言わせると、視力が悪くて運転免許取れないのも差別だと騒ぐのでしょうか。実際、出入国在留管理庁が20日に公表した調査結果によると、母国への強制送還を拒否して仮放免中に逃亡した外国人の数が1年間で2倍以上に増えたし、中には傷害致死の罪で懲役7年の実刑判決を受けたり、仮放免が許可された後に再び実刑判決を受けたりした外国人も含まれているということが発表されており、こういった外国人が難民認定を申請している間は、強制送還ができないことや、逃亡を防ぐための措置が入管法の改正なのですが、大椿副党首の見解はいかがなものなのでしょう。大椿裕子副党首ですが、どうも自身の思ったことをよく吟味もせずに脊髄反射的に反応してしまうようで、以前も煉獄コロアキが綴った二頭さんたちにキモイコールされた、普通に男性差別だと思う、
キモいから歩けとか、キモいから足を止めるなとかすごかった。バスカフェに近づくなと言うけど。二藤さんは、たまにフラッと数時間活動して、どうしてそんなに偉そうなんですか？なんか違うと思うというツイートを引用し、こういう行為がキモいと言われていることを自覚するべき、と綴っていました。この大椿副投手のツイートには、インターネット掲示板2チャンネル創設者のひろゆきこと西村ひろゆき氏が、その記事を引き合いに出し、キモいと内心で感じるのはいいと思います。ただ、他人にキモいと公言するのを許容するのは、キモいおばさんと公言する人も許容することになります。キモいおじさん、キモいおばさんと言い争うのは、マシな世界とは思えないオイラです。キモいは主観によるので直せません。キモいといじめられる子が、何かを変えてキモいと言われなくなることはほぼないです。キモいと他人に言わない社会にすべきだと思います。と発言し、その大椿副投手の表現を暗に批判しています。また、このキモいという表現、アホ、バカ、ブスなどといった残念ながら日常にあふれている表現と一緒で、実はこの言葉、SNS に書き込むと侮辱罪が成立すると法律で定められています。ある法律事務所のホームページでは、昨今、インターネット上で悪口を書かれて深く傷つき、自ら命を絶ってしまうという痛ましい事件が起こっているとして、こうした社会の流れを受けて、2022年7月7日、侮辱罪の法定刑が引き上げられ、より厳しく罰せられるようになったと説明しています。自身の主張をネットに載せて公に主張するのも結構なことですが、これまでの大椿副投手のように無条件で反射的に反応してしまうと、日本の治安を脅かす危険がある外国人よりも先に法に触れるで収監されてしまうのではないでしょうか。あまりいらない存在感は出さない方が身のためですね。次回正当要件を満たさなくならないよう主張には気をつけてほしいものです。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。差別ではありません。区別です。犯罪者が入ってこないように家に鍵をかけるのも、犯罪者を収監するのも差別って言いそう。貴殿はご自身の家に赤の他人がお金ないので住まわせてくださいって泣いたら快く受け入れるということですね。なんと素晴らしい理念の持ち主。ただその崇高な理念を他の人に押し付けないでくださいね。外国人を差別しませんが、犯罪者と犯罪しない人は区別します。いやあ、まるっきり日本人のために活動しないってのがよくわかりますね。外国人を日本に帰省させて甘い汁を吸わせたいんだな、この7団体は。何が人権侵害だ、差別だ。ふざけるな。即強制送還あるのみ。これが日本と日本人のためになることは間違いない。本当に？冗談じゃない？誰のために仕事をしているんだ？と思わざるを得ない。おもてなしを履き違えるな。と言いたい。もう多様性にはうんざりです。少数派のために多数派が住みにくく、不便な世の中になってはいけません。不法滞在者の仮放免をなくし、強制送還を？仮放免中は、仕事もできず、生活保護に頼ることになる。入管法改正に反対する団体は、外国人犯罪者に血税を使われる日本人はかわいそうではないの？
偽善なら自分の財布でやってくれ。日本国民はデフレや高税率、高物価で余裕がない。偽装難民の問題を放置すれば、正規の手続きを踏んで在留する外国人に対してもあらぬ偏見が降りかかる恐れがあります。排外主義機運を高めぬためにこそ、法にうがたれた穴を塞ぐ改正が必要です。治安を脅かす危険があるという部分読めます？何をおっしゃっているのか、ご自身で理解されてますか？他の世界のすべての国々同様、日本は国家として入国する外国人を選別する権利があります。あなたは日本の国益を害するつもりなんですか？日本パスポートは世界最強だから、普段日本人はそういう認識をしていませんが、外国人が他国に入国するときは、基本的には当該国の許可が必要なのです。悪いことする人が来るの嫌じゃないの？それとも悪いことする人も受け入れようということ？どこが？仮にも高等の副党首が明確に他者に向かって言ったんだから、当然論理的に説明するんだろうな。愛の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？大椿裕子副党首はご自身が一体何を言っているのかを理解しているのでしょうか？日本の治安を脅かす危険がある外国人の入国を拒むのは当然であり、テロリストや犯罪者が入国制限されるのはそれこそ当たり前のことですよね。これは日本国民の安心安全を守るための区別であり、何でも差別と言えば黙ると思ったら大間違いですね。何でもかんでも差別と言えばよかった時代はとっくに過ぎているのですが、そんなこともわからないのでしょうか。大椿副党首は、審査も何もいらない、入管に基準が不要、全員スルーという考えなのでしょうか。日本を混乱に陥れたいがためのハッシュタグ入管法改悪案に反対ということなのでしょうね。もはや何の影響力もない社民党などには何も期待もしてはいないのですが、あまりに好き勝手に吠えていれば、いよいよ政党要件を失うの、それだけ早くなることに気がついた方がいいのではないでしょうか。まあ一刻も早く実現してほしい、そう思ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴ありがとうございます。これを機にこちらへの登録よろしくお願いします。